皆さんご機嫌いかがでしょうか。 DJ ビーチがお届けします。世界史の教科書に出てくる食油場ってわかりますか。私の時代にはですね、免罪符という言葉で習ったんですけど、これをね、教会から買うとですね、罪が許される、そういうビジネスが横行して、そこに異議を唱えたのがマルティン・ルターで、カトリック教会から出てプロテスタント教会ができたというのが一般的な理解なんですよ。しかしこれが最初どのように始まったのかというと、皆さんあんまり知らないと思うんですね。で、実は動機自体はそんなに悪くなかったんですよ。で、この始まりっていうのはですね、罪に向き合って、それがなんかちょっとずつ道を外れて、ビジネスみたいな、お金儲けみたいなことになってしまったんですよ。で、当時の教会では罪を犯すと、その罪のために苦行をしたりとか断食をしたりとかしてたんですよ。悪いことしました、そのためのなんかね、償いみたいなストイックさっていうのは間違ってないのかもしれないんですけど、それが苦行をしたりとか断食したりとかすることによって、長期審されるとか許されるっていうのは、本来キリスト教が言っていることじゃないんですよ。で、これね、そのうちですね、時間があるときに将来犯す罪のために苦行とか断食をするようになるんですよ。で、さらに誰かが罪を犯すと、そのために時間のある修道士とかが代わりに苦行とか断食をするようになりました。で、最初はそこにお金のやり取りってなかったんですよ。しかしこれをなんか献金として捧げてもらうツールにしようということで使われたしたんですよ。で、それがですね、ドイツで、アルブレヒトという司教がもっとこう偉い大司教になりたくて、そのためには多額の金銭が必要だったらしいんですよ。それもね、おかしな話ですけど、出世するために金いるよみたいなね。はい、で、サンピエトロ大聖堂の建築費用という名目を使って食油場っていうのがこう使われだしたんですよ。で、ちなみにこのサンピエトロ大聖堂っていうのは4世紀から作り出されて、なんとですね、1626年に完成し、めちゃめちゃ1000年以上ですね、千何百年使ってるみたいね。そういう、それはサンピエトロ大聖堂のためじゃなかったんですよ、実は。でもそういう名目の方がみんなね、お金出してくれるからみたいなことにしたんですよ。で、これ購入するじゃないですか。で、コインがね、箱に入れるわけですけど、チャリンって音を立てると、なんか霊魂が天国へ飛び上がるみたいな、そんな迷信まで広がっていくというね。で、ルターは、これちょっとおかしいんじゃないかと、もうバイブルのどこにそんなこと書かれてるんやという疑問から、一人の祭司として話し合いたいと言うんですけど、カトリック教会取り合ってくれなかったんですよ。で、ルターはですね、このカトリック教会の内部で改革をしたかったんですが、それは難しくて追い出されて、結局プロテスタント、抗議するという意味の、言葉ですけど、そういうグループ分けをカトリック側からだからされたんですよ、抗議するね。で、カトリックとプロテスタントという大きなグループ分けに、今もね、なってますけど、はい。世界中にプロテスタント教会っていうのがあるんですけど、自分たちでプロテスタントって言い出したわけではないんですよね。少しのほつれから大きな、大問題になっていくみたいな。で、もちろんカトリック教会もね、この後内部から改革する機運が高まって、イエズス会なんかができますよね。で、彼ら のフランシスコ・ザビエルが日本に宣教に来たりとか、そういうことで、世界中へ宣教書を送ったりとか、内部の改革ちゃんとクリーンにしようとか、そういうことが起こるということなんですよ。要するにですね、この罪っていうのは、自分の力で解決することはできないんですよね。ゴスペルが歌うのはですね、この罪をジーザスの十字架によってきれいにされるという、そこがゴスペルミュージックの大きなメッセージなんです。